日本代表、フィーバーランキング36位は、フィーバーバスケットボールワールドカップ2023を3勝2敗で終了。目標に掲げていたアジア勢1位での、2024年パリオリンピック出場権獲得を達成した。本記事では日本代表選手の主要スタッツを紹介する。動画、 河村祐希25得点9アシストを上げたフィンランド戦ハイライト主要スタッツの2つ目はアシスト。河村祐希、横浜ビーコルセアーズがダント突の1試合平均7.6アシストをマークした。22歳のポイントガードは初戦のドイツ代表、同11位で3アシストを上げるにとどまったが、第2戦のフィンランド代表、同24位、戦ではベンチから25得点に9アシストと躍動。 格上のオーストラリア代表、同3位、戦では18分の出場で7アシストを記録すると、17、32位決定ラウンドでも11アシスト、8アシストと役割を全うし、日本代表を勝利に導いた。2位もポイントガードを本職とする富樫勇樹、千葉ジェッツ。河村の対等で1試合平均15分と限られたプレイタイムだったが、 オーストラリア戦の7個を含めた計17個のアシストでチームメイトの得点を全立てした。3位は同2.2アシストの馬場雄大。得点とリバウンドでチームトップのジョシュ・ホーキンソン。サンロッカーズ・渋谷は同2.0アシストで万能ぶりを披露した。5位の吉井豊田アルバルク東京はドイツ戦、カーボベルで代表、同64位、戦で共に3アシスト。 宇都宮ブレックスは5試合中3試合で複数アシストを記録した。フィーバーバスケットボールワールドカップ2023日本代表アシストランキング上位5人1位、河村祐樹7.6アシスト2位、戸梨祐樹3.4アシスト3位、馬場雄大2.2アシスト4位、助手ホーキンソン2.0アシスト5位、吉井豊隆比江島誠1.6アシスト。